ニューサットをご覧の皆さん、こんにちは。芸術学部放送学科4年の門脇英子です。この時間は日本大学保健体育審議会に所属する競技部の活躍を紹介する日大スポーツハイライト2006をお送りします。まず最初に紹介しますのは、埼玉県戸田市の笹目学生寮の中にある射撃場で練習する射撃部の活動の様子です。ということで、埼玉県戸田市にあります笹目学生寮にやってきました。この中の射撃場で射撃部の皆さんが練習をしているということなので、早速中に入ってみましょう。日大射撃部は昭和34年に創設され、今年で創部47年目を迎えます。現在男子16名、女子7名の部員が在籍。射撃の向上だけでなく、学生の本分である学業との両立を基本方針とし、部員一人一人の自覚と自主管理に基づき、毎日選手は一丸となって練習に励んでいます。それではキャプテンの宇藤さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず射撃とはどのような競技なんでしょうか。大きく分けまして、はい、このこちらのエアーライフルというものと、はい、こちらのスモールボアライフルという2種類の、はい、銃を使った、種目で、点数を競うものなんですけれども、で、こちらが、エアーライフルというものなんですけれども、はい、大きいですね、はい、でこちらは、はい、空気の力を使って、はい、でこの弾を撃つってことなんですけれども、はい、でこちらが弾になります。あー、ちっちゃい、結構ちっちゃいですね、はい、これ鉛でできてまして、鉛、はい、直径が 4.5 ミリあります、はい、そうですね、はい、でこちらが的になるんですけれども、はい、でこれが、10メートル先に設置してあります。10メートル、はい、本当に直径いくらなの、3センチぐらいですかね。はい、はい、この真ん中の点がありますけど、8、7、6とこう、これ点数なんです ですね、はい、これが点数になりまして、はい、で真ん中の点が、10点になります。はい、10点、はい、この真ん中の点に当たれば、10点ということですね。この点が、0.5 ミリなんですけども、はい、その 0.5 ミリの10点を10メートル先で当てる競技です。はい、こちらが、スモールボアライフルと言いまして、スモールボアライフル、はいはい、もうこちらはもう、本当 の実弾を使った、はい、あのものになります。中に火薬が入ってまして、なんか本当に銃の弾のように、はい、そうですね、この競技は50メートル先に、先ほどは10メートル、先ほどは10メートルだったんですけど、はい、こっちは50メートル、ね、はい、ということでちょっと的も大きくなってます。はい、でも大きくなったというこれですよ、はい、これが50メートル先ですか。はい、でこれもあれですか、真ん中は10点ですか。そうですね、真ん中が10点なんですけど、あ、なるほど、この真ん中はこう2つ円があると思うんですけれども、はい、この外側が、外側に触れても10点なんですけれども、はい、内側の線に触れることによってもっと10点何点と、あ、加算されていく、加算されていくってことです。あ、なるほど、より、はい、真ん中に当てた方が高得点が狙えるということになります。そうなんですか、はい、もちろんこの枠外ですともゼロ点、もうゼロ点ですね。あ、そうなんですね、非常に難しいんではないでしょうか。でこちらの競技はですね、3つの姿勢を使って、はい、3つの姿勢、はいはい、まず、腹斜、寝転んで打つ姿勢、はいはい、あとはもう立って打つ力射と、はい、あとしゃがんで打つ膝打ちがあるんですけれども、膝打ち、はい、はい、まあ、3種類の姿勢で争う競技です。はい、3種類もうどれも難しいと思いますけど、特に難しい、難易度の高い、難易度の高いのはやっぱりあのしゃがんで打つ膝打ち。あ、そうなんですか。はい、普段皆さんはここでどういった練習をされているんでしょうか。このような形で、はい、その各個人、エアライフルの選手とスモールボアライフルの選手とで分かれて、週に1回、毎週に日曜日は必ず集まって練習をしてます。で平日は、個人自由練習ということで、空いてる時間を見つけて各自練習を行ってます。
エアライフルの射撃場は笹目寮の1階に10射座あります。近隣に迷惑がかからないよう練習時間は朝5時から夜11時までに制限されています。またスモールボアライフルの射撃場は地下1階に5射座あり、こちらは24時間練習が可能です。ところで、はい、私もちょっとだけ打ってみたいんですけど。あ、はい、わかりましたいいですか、はい、で、はい、じゃあ今日はこちらの SB の方はちょっと資格が必要なので、はい、こちらのエアライフルの方を実際、はいはい、エアライフルの、はい、はい、見てください。すいません、これはどうしたらいいですか、ね、とりあえず、はい、持っていただいて、はい、これ持ち方これ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、結構重い、はい、でこう肩に当てていただいて、はい、肩に下ですね、脇に入れる感じ であとはここで手を支えていただく、はい、あ、結構これ辛いですね。手前で、手前で、はい、手をこの辺で、で、はい、ここに方をつけてこれで覗いていただく、はい、これは弾をこれを入れます、はい、入れます、はい、はい、この穴に、あ、ちっちゃいですね、こっち向きで大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。これね、本当に重いんですよ、はい、よいしょ、あ、はい、で、はい、これを締めていただいて、締めて、はい、はい、で、さっきみたいに持っていただいて、はい、で、引き金ここにあるんですけど、はい、引き金すごい軽いので、はい、注意してここ、振る、お、すいません、ごめんなさい、はい、本当に軽かった、本当に軽いんですよやってしまいました、はい、打っちゃった気を取り直してもう一回チャレンジです。ここで覗くんですね、はい、あ、見えました、見えますか、はい、うわ、全然もうなんか爪楊枝ぐらいでしょ、行っていいですか、はい、全然当たった気配がないこれは今この辺的外に行きましたか。いや、ちょっと返してみないと分かんないですね。ちょっとこれで、あ、これで返すんですね、はい、戻ってくるそうです。押します。お、当たってます、ね、当たってます、やったー。お、これはギリギリ5点ですね。5点の数、え、本当ですか、はい、5点にいった、はい、5点です。ありがとうございます。10点満点中5点ですね。でも本当にこれ全然見えないんですよ。そうです、もう向こうに行ってしまったらこの黒い点しか見えないですね。そうですね、はい、これはもう どういうポイントといいますか、どういうふうにしたらこの真ん中に近づけるんでしょうか。やっぱり実際は、こう服を、はい、専用の服を着て打つので、はい、何も着てない状態よりは、確実に止まるんですよ、銃口が。あ、はい、なるほど。じゃあウェアにも結構鍵が、ね、鍵があるんですね。それがポイントですね。なるほど、はい、いや、でも何も着ないで5点は何も着ないで、はい、上手い方だと思います。本当ですか、はい、ありがとうございます。いや、もう本当に結構重くて運よく的を当てることはできましたけど、これ本当に重いですよね。女性の方とか最初は結構辛いんじゃないですかね。そうですね、やっぱり、ね、みんな高校生から始める人とかもいるの で、はい、そういう人たちはやっぱ最初きついんじゃないですかね。はい、重さはどれぐらいあるんですか。こちらの、エアライフルで、はい、5キロぐらい。5キロ、はい、ありますね。なるほど、非常に体力も必要だ、集中力も必要なスポーツですね。では、はい、今後の部の活動目標。そうですね、やっぱり体力と、はい、やっぱ精神的なところもすごい大事な競技なので、はい、そちらの強化と、あとはやっぱり日大が、射撃界では、やっぱり日大が強いって言われるぐらいの、言われ続けるようにみんなで努力していきたいと思います。これからも伝統を守り続けて、そして強豪として頑張っていってください。はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。射撃部の活動の様子をお伝えしました。すぐ近くで私たちが取材をしているのにもかかわらず、皆さんは黙々と練習をされていて、その集中力に私は驚きました。それでは11月に行われた全日本学生ライフル射撃選手権大会での射撃部の活躍をご覧ください。11月2日から5日まで
埼玉県の長瀞総合射撃場で第53回全日本学生ライフル射撃選手権大会および第19回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会が行われました。全日本学生ライフル射撃選手権大会は10メートルエアライフル、50メートルライフル3射 ×40 発、50メートルライフル複射の3種目。全日本女子学生ライフル射撃選手権大会は10メートルエアライフル、50メートルライフル3射 ×20 発の2種目が行われます。我が日本大学からは宇藤キャプテンをはじめ、北京オリンピック候補の近本選手、世界選手権代表の才木選手など有力選手が出場。全日本の4連覇、全日本女子の2連覇を目指しました。大会2日目には女子の50メートルライフル3射 ×20 発のファイナルが行われました。ファイナルには予選を勝ち抜いた上位8名が進出。日本大学はこの元西部佐、貝塚の3選手がファイナル進出を決めました。この元選手は2位で予選を通過。優勝に期待がかかります。この競技は予選では複射、立射、失射の3姿勢で20発ずつ撃ちますが、ファイナルではすべて立射で10発を撃って予選との加算ポイントが競われます。一発撃つごとに各選手の得点がコールされると同時にモニターに表示され、競技場のあちこちで応援の歓声が上がります。残念ながら近本選手は最終的に順位を1つ下げて3位に終わり、期待に応えることはできませんでした。近本真希選手、日本大学、得点 663.8 点。しかし10メートル S40 では実力を示し優勝、また女子の団体優勝も決めました。個人でも優勝を狙っていたので、悔しい面もやっぱり多少ありますけれど、いい経験ができて、もうそれが一番良かったと思います。団体、女子の団体では総合優勝、3姿勢の優勝ができたので、もうそれで大満足です。今後は実業団に入って射撃を続けていくんですけれど、やっぱり目指すところはオリンピックでメダルを取ることなので、それを目標にこれからも頑張っていきたいと思います。まずはじめに団体成績発表並びに表彰。そして我が日本大学は総合優勝、全日本学生ライフル射撃選手権大会4連覇を達成しました。女子も全日本女子学生ライフル射撃選手権大会2連覇を達成しました。閉会式での校歌斉唱に乗せて、今大会の日本大学の成績をご覧ください。は
使命は重し、いざ戦え大学日本、いざ歌わん我らが理想。ちょっと記念撮影ありがとうございます。お疲れ様でした。そして監督を囲んで記念撮影です。はい、チーズ。もう4連覇できたんで、とりあえず嬉しいです。あと男女ともに、取れたので、もう本望です。はい、もうこのメンバーで優勝できたのが本当に最高の幸せです。射撃部の皆さん、優勝おめでとうございます。5連覇目指して頑張ってくださいね。そして今年も各競技部の活躍が全国各地から届けられました。そのいくつかを日本大学新聞の記事でご紹介します。さあ、まずは5月20日の記事から。レスリング部の松川選手の話題です。レスリングアジア選手権、松川アジア王者に、決勝でもストレート勝ち、すごいですね。レスリングのアジア選手権は4月6日から9日までカザフスタンのアルマトイで行われ、日本代表として女子55キロ級に出場した松川千佳子選手、芸術学部4年が優勝した。日本女子勢は5階級で優勝を飾った。さあ、続いては9月20日の新聞です。水泳部の話題です。俺たちは強い、チーム力で掴んだ逆転 V2。 俺たちは強い、競泳の第82回日本学生選手権インカレが9月1日から3日まで東京辰巳国際水泳場で開催された。本学男子はライバル中大との大接戦をチーム力で制し、35度目の総合優勝、2連覇を果たした。女子は背泳ぎの伊藤花恵、経済学部4年が100メートルと200メートルで大会新記録をマーク。女子は総合で6位だった。続いては、10月20日の新聞から、レスリング部の高塚選手の話題です。高塚、取ったどー。日本男子3年ぶりの表彰台。監督の檄を力に、レスリング世界選手権。レスリングの世界選手権は9月25日から中国広東省の広州で行われ、フリースタイル60キロ級に初出場した高塚紀之文理学部3年が銅メダルを獲得した。世界選手権での日本の男子のメダル獲得は2003年以来3年ぶり。同84キロ級に初出場した松本慎也、同4年は10位だった。先ほどの松川選手といい、高塚選手といい、レスリング部頑張ってますね。さあ、最後の記事に参りましょう。11月20日、バドミントン部の話題です。ついに勝った。総部初の4冠。バドミントンの第57回全日本学生選手権インカレが10月27日から11月2日まで京都市体育館などで行われ、本学男子団体は過去4年間同選手権決勝で3度頂点を阻まれた日体大を破り、5年ぶり5度目の優勝。関東学生の春秋のリーグ、東日本学生選手権と合わせ、総部55年目で初の4冠を達成した。個人戦のダブルスでも3位までを独占した。どの部も頑張っていますね。それでは、今年度各大会で優勝したその他の競技部をご紹介しましょう。まずはボート部です。そして馬術部、
自転車部です。ボクシング部です。続いてヨット部です。相撲部は大活躍です。ゴルフ部も強いですね。その他の競技部も頑張っていますね。いかがでしたか。日本大学保健体育審議会に所属する競技部の活躍や話題をお届けしてまいりました。これからも NUSAT では各キャンパスの学生、教職員、そして付属高校の皆さんにホットな話題をお伝えしてまいります。楽しみにしていてください。